どうも、今週も始まりましたブルグナイト、本日クラブネオでございます。イエイ。さあ、ここで始まりました、私たち誰でしょうゲーム、イエイ。はい、コメントどこに流れるんだったっけ。これじゃないですか、これか。当てた方、2人からサービスあります。2人からサービスありますよ。まだ何も来ないです ね、 ね、出だしが肝心なんですけど、ちょっとね、これ閲覧3、暑いんだな、これちょっとな。そうです ね、 ね、ちょっと早く当てていただく。くっついたからもう。あ、俺は早く当ててもらわんと。ちょっと鼻が高いからかな、鼻に乗ってます。でも何も来ないですね、これ。あ、来ました。はいはい、なぜかめゼロ君だ。あ、隣が、あはは、隣バレちゃったですね。バレた。隣。あ、取れた。バレたからいいか、俺は。隣も当ててほしいですね。うん。隣も。いや、これ暑かった、ほんと。暑かった。あ、今も暑いって言っちゃった。仮面、このなぜ仮面っていうのは、仮面してるのは理由があって、あのオープニングの入り方にちょっと、どうしようかって。久しぶりすぎて、ちょっとブルグ TV には出してもらうのが久しぶりすぎて、ちょっと緊張のあまりに、まあ、どうしようかっていう。まあ、流れで入ったんですけど、もう一人誰だろうって。誰だろうね、もう分からんよね、誰だろうって。こんな人ね、あんまおらんでしょ、こんな人。こんな奇抜な髪型の新人。絶対新人は言い過ぎだけど、絶対ないでしょ。あ、ちょっと今、これ近いよね。こんな髪型の新人です。これでも分からんすか。 WWW、 草生えちゃってるもん。あ、惜しい。あ、どういうこと、気づいたってことかな、これ。いや、わからないよ、名前の。名前を一文字目かもしれない。トントントンみたいな、はい、LINE でやられたらちょっとイラッとするやつですね、これ。一文字ずつやられたら。あ、で、終わっちゃった。あ、もうそこから出てこないんだよ。そうそこから出てこない。あ、お、ゆ、これ次大事でね、次大事。これで、やっとブルグ TV 始まるっすからね、これ。当ててもらわないと。当ててもらわない方は今日これで終わっちゃうっすからね。僕、このままで終わっちゃうっすからね。あゆ、あゆ、誰だ。あゆみちゃん。あ、もうネタバレじゃない。出ちゃった。そう、あゆみちゃん、よかった。まあ、こんな感じで、ね、奇抜な髪型、はい、あゆみちゃんしかいないね、クラブ。さあ、やってまいりましたね。久しぶり。どんくらいぶりですか。1年ぶりぐらいですか。1年は言い過ぎか。半年ぶりぐらいですか、最後にやってから。結構出すですよね、もう。1回目が2人でゲストで出て、でその次の週にまた急遽 MC を2人でやって、楓さんがいつものいなくてやらせてもらって、ロメオさんがゲストで来ていただいて。そう、懐かしいですね。もう半年やったんじゃないですか。もうブルグナイトの時、僕毎度出させていただいてるんですけど、多分前回がちょうどね、ちょうどいた、僕がちょっとやらかしてしまってブルグの時、営業中ベロベロこいて、ね、営業終わりに現場まで行ったのに、現場の1階でいなくなるっていう。あ、ちょっと僕も記憶がないんで、その件はちょっとあんま触れてほしくないですけど。それで今日あと25分、30分ぐらいあるんですけど、なんかやってほしいこととかあったら、もうどんどんもう言っていただいたら、もうそのことやっていきたいなと思うんですけど、あとないですかね。今日は2人ですね。2人なんで、まあ、2人でできることあれば、なんか言っていただいたら、もう何もでも、まあ、できる範囲でやっていきたいなと思うんですけど、じゃんじゃんお願いしたいなと思うんですけど。カバン持ちって言っちゃったな。カバン持ちって言い方悪いな。ナイキの井上さんがね、引率で来てくれたんだけど、僕ら2人を置いてコンビニに行くという。そうです ね、 ね、 もうもうね、やっつけ感がすごいね。ちょっと全然くれないですね、そんな。でも恒例のあれやります。恒例、いきなりですか。早くないですか。じゃあまずゼロさんからも最近の、なんか何があったよみたいなのをみんなに話して、そっから最近何があったよ。だってもうゼロくんだ。でも開始何これ、もう早いよ、気づかれたの。僕がね、3分経ったのに外されちゃってるからね。おかしい。いや、最近ね、はい、最近、今なんか出てきた。出てきた、ね、最近のゼロさん、なんかこんなことあったよみたいな。最近のゼロさんはなんだかんだ、なんか飲んでない言われるけど、めちゃめちゃ飲んでるんですよ。あ、最近お店の話ですか。営業中、営業中も、後も。いつもね、昔は歩がよく付き合ってくれたんだけど、なんか全然付き合ってくれない、寂しいなと思ってて。いやいや、なんかでもまあゼロさんね、あんま飲むイメージは多分みんなないと思うんですけど。いやいや
そこそこの切りましょう、みんなに。逆にね、ゼロさんが飲むイメージのが多いのか、うん、飲むイメージがそんなにないのか、うん、聞いてみて、飲むイメージのが少なかったら、まあ、これはもう、もう俺の負けね、負けなんで、今日飲みます。飲む結局そう、いやけど、飲むんだけどな。まあでもやっぱそのみんな の, その飲む量とやっぱゼロさんの飲んでる量がやっぱちょっと比例しないんでしょ。だってさ、いないじゃん。いないはやばいじゃん。いないはやばいじゃん。いないはやばいですよね。やばい、噂したら来たよ。あ、だとコメント来たんですけど、これ読もうか悩んだんですけど、一発芸見せてきたんですね、うん、これちょっとね、うん、え、ちょっと待って、これちょっとごめん、一個だけちょっと個人的に言っていい？さっき言ってた、井上さんがコンビニから帰ってきました。ね、今携帯片手にスマホ片手にね、多分この放送を隣で見てくれてるんだけど、飲み物を自分のコーヒーだけ買って俺らがないっていう。まあ本番中ですからね、まあ、終わってからまあ多分なんか嘘つくんじゃないですか。ああ、いいね、頑張ったねみたいな、打ち上げ、うん、打ち上げ終わってからまあ出勤して、そう、出勤前にね、そう打ち上げして、美味しいご飯でもどうですかって、そうありですね。一発芸見してやりますか、ゼロさん。やってください。僕ですか、うん、今日結構司会進行ってことで、うん、あんまちょっとやっぱ一発芸はちょっとあれなんですけど、まあちょっと一発芸見たいっていうのなんかもうジャンルがね、ジャンルがあるからね、ジャンルが、うん、なんかね、どこに住んでるの日本みたいなね、うん、もうアバウトすぎるね、何々やってとかね。僕の一発芸やると下ネタみたいになっちゃうんで、ちょっとこの何ですか、ゴールデンタイムはちょっとまだ早いね、微妙なんですよね、20時だから。視聴者数が97人いるんですけど、うん、多分半分以上が多分マジかみたいな、こいつマジかみたいなテンションになっちゃうんで、それは避けたいですね。だからもうしっかりいこう。そうですね、やっぱ、うん、流れに乗ってってどんどんやっぱ2人のテンションも上がったら、多分、まあ、さっきの一発芸ですいいですかみたいな、なっていくと思うんで、これはやっぱ絶対、まあ、そろそろじゃあ、一回お題に入りますか。やりましょうか、いつもの。いつもの。いやー、これね、本当にね、出た。ディディーン。テーマボックス。ハモったんだよね。はい、これ。これがね、またもう毎度恒例なんだけど、こいつの中身、すごいから。50枚ぐらいあるのかな、今。イケメン。50枚ぐらいあるんですよ。ここで、まあ、引いたやつを、まあ、毎度毎度だけど言っていくみたいな、お互い言っていくんですけど、まあ、前回ね、何だったっけ、例のボックス、何でしたっけ前回、なんかちょっと微妙なやついて、しょうもないこと言って終わったみたいな感じだったんですよ、僕ちょっと。で、なんか1個あったじゃん、恋愛がどうかとか。あ、なんかあれですよね、あのお客さんとの恋愛はありかなしかみたいな、そうそうそう、したことあるかないかみたいな、あ、なんかちょっと際どいラインの質もありましたね。そうそうそう、まあ、ちょっと事務所的にみたいなって、ね、じゃあ一回やっていきますか。そうですね。でも先歩む。あ、僕でいいですか、じゃあ、うん。結構こういうところでやっぱ引きがちょっとこういうところ引きないんだよな、ね、これ、ね。今日は楓さんいないの。今日はね。どの楓さんですか。ブルーの楓さんですか。ですよね。かな、うん。ちょっと。多分お忙しいんですよ。忙しいですね、楓さんは。まあ、忙しくしていただかないと呼んでもらえないんで、うん、僕ら的には忙しくしてくれた方がいいですよね。まあね、ちょこちょこ呼ばれる、呼ばれよ、美味しいみたいなこれ、うん、で、これでいいですか、これでいきましょう、行こう。じゃあ見してよ隠してよ。うわやばいでしょこれ。ちょっと見てください。朝起きたら透明人間にどうする。これはね、これもちょっと聞いた瞬間に下ネタしか思いつかないどうしようもないですね、僕本当に。いや、透明人間だったらどうする。これでも本当に純粋な本当小学生とかだったら多分銀行強盗とか言って、そう、なんかそういうことだと思うんですけど、まあ、やっぱ二十歳過ぎたら誰もとなるとやっぱね、いやらしいことばっか考えちゃうんで、透明人間だったらどうする、まあそういうことですよね。なんか入れるところ入りたいね。なんかそれはちょっとずるくないですか。入れるところに入りたい。ちょっとそんななんかうまくまとめない、これなんか聞いた意味なくないですか。いや、言ってじゃん逆に。玉木さんが似てる。あ、そのどう、玉木のモノマネしたらいいですか。じゃあ分からんじゃん、玉木。黒列ガムじゃないガムじゃないみたいな、はぁのやつ。はい、滑ったのやめておきましょう朝起きたら透明人間どうする。透明人間だもんね。下ネタしか思い浮かんだけど、下ネタ避けたい。ね、まだ早いから20時だから下ネタだから絶対やめよう。想像に任せたいもやばい。もう本当できればもう一回聞きたい。これをなぜ入れたみたいな。
なんでだろうね。入れた人はちょっと恨みたいですね、これ、うん、透明人間だったらまあどうする、うん、どうそうだな、まあ透明人間にしかできないことするんじゃないですか。いや本当にこれ絶対やらしいことする。だって透明人間になっても例えばですけど、あの銀行口座入っても、うん、物は透明人間にならんすから、お金が動いとるんや。だよね、もう危ないじゃないですか、まず。そうなるじゃん、これ取れんし、どうなんだろうな。なんかもう入れんとこ行きたい、なんか芸能人の家の中とか入ってみたくない。ああそうですね、あゆむんちとか僕んちなんかね、うん、しょうもないけど芸能人の家入って、ね、好きな芸能人がさ何色のパジャマ着てるとか気にならん、ね、下着とかね、ね、まあやべかいがまたピンクになっちゃう、うん、結局あのまたあの何回も俺あの3回連続で僕はしょうもないカードを引いてしまったので、そう、引き運が、引きのなさ、引きのなさ。じゃあ次めっちゃこれなんか読みたいんですけど、ちょっといいですか、ちょっといいか、ちょっと読みたいんですけど、これ、うん、ゼロさんのネタで楓さんいないのに楓さんはとか、あの、うん、ゼロさんかっこいい、玉木さん似てるとしてたの、もういい視聴者さんが多い。なんなんですか、もうあゆみとかもしょっぱな名前間違えられて始まってやろ、ね、一個も歌ないし、一発芸見せてみたい、やってください、うん、何でもいいよ、ホスの引き出し多いでしょ、多分絶対これ僕なんですよ、うん、だけどもうあゆみから入ってよかったんじゃない。まあ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 、覚えてもらえたらいいなと思って、ね、みじゃないよ、無だよみたいな、本当にスタッフさんのご、ね、ご好意で、あれがすぐあゆむにしてくれる、あれがみに変わったらもうちょっとどうしようと思ってはじめまして、あゆみです。ね。あ、何聞きました？聞きました。好きな映画は、こっちに映した方がいいかな。あ、いいですね。そっちに映しましょう。うん、好きな映画は、映画、好きなんだけどな。だって正直、あゆむアクション系じゃない？あ、結構好きっすね。結構なんか、まあ、戦争系じゃないですけど、ね、まあ、ちょっとドンパチ系が。ドンボン、バンバンやるやつ好きでしょ。そうそう、最初なんかアクション系ですね、やっぱり。いや、アクション系は全般にね、好きかも。結構映画いろいろ見るんですよね。まあ、でもあの、ジャンル絞りましょう、ジャンル。まあ、邦画、日本の映画が見るのが多いから、まあ、伝え行きました。うん、何を借りるは置いといて、まず、どっちによるか。日本の映画か。ああ、洋画かね。邦画か洋画。洋画。洋画。絶対洋画。なんでですか？なんか、洋画で、字幕で見たい。あ、本人の声を。吹き替えじゃなくて本人の声を。そう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 。吹き替えで日本語は聞きたくない。あ、その気持ちめちゃめちゃわかるんですけど、うん、まあ、僕唯一あの吹き替えで見たい、あの、まあ、映画じゃないですけど、うん、まあ、海外ドラマなんですけど、うん、プリズンブレイク出た、まあ、あのティーバッグの声がね、やってよ、あのウィスカフィエルデイウィルデイマイク入ってるからこれみたいな感じじゃないですか、ね、あれは日本語の方がいいかな。あれはもうやっぱあの彼の声なしでは、うん、やっぱあの本当に成り立ってない。成り立ってないね、はいはいはい、うん、まあ、言ってもシーズン2までしか見てない僕。今あの Hulu であのシーズン5先行配信してるんで見ようかなと思ったんですよ。けど字幕しかなくて、あのうるい聞こえないんで、これはもう見てもしゃあないなと思って、まあ、そうだね、レンタルデブ待っとるっすね今。いや邦画が見ないかな逆に。邦画見ないですね。うん、洋画は見るけど。洋画はじゃあどっち系ですか、じゃあ絞りましょう、じゃあのアクションコメディラブストーリー、まあ、いろいろあるっすけど。ちょっとここでちょっと何名今見てる158名。めちゃくちゃ反感買うかも分からんけど、ラブ系っていうの、恋愛系、ラブストーリーね、ラブストーリー、恋愛系、はい、邦画も洋画も嫌い、はいはいはい、ごめんなさい、嫌い。 なんでなんすか。だからもう分かるじゃん、なんかパターンが、出会いがあってお互い好きになる。だけどちょっとダメになる。なんか気持ちが離れた時に恋がたけみたいな。ああ、なって。けど結局最終的には結ばれるみたいな。中で終わる。ああ、ね。もうあの話さないいいみたいなね。ストーリーが分かっとる。で、そんなチュッチュしとるとこ、人のチュッチュしとるとこ見ても何も思わんし。ああ、そういうことですね。で、あと死ぬかじゃない。彼が亡くなる。どっちかが生き死別みたいな。そうそうそう。ああ、それそっち系多いですね結構。で、涙流すみたいな。はい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 。もうパターンがね。中で終わるか死ぬか。ああ、そっち系ですね。うん、いやでもこの中にあるんですよ、一個見たいって言ってくれてる映画が、美女と野獣見に行きたい。ああ、これも絶対すごいですよ。なんか制作費が結構凝っとるみたいな。今 CM やってるやつね。そうそうそう、なんかめちゃ凝っとるみたいな。なんかディズニーあんま得意じゃない。あんま得意じゃないんだなこれが。まあでもディズニーだったら、まあ、うん、まあでも美女と野獣まあ結構わかるですね。なんか実写はちょっと今描いてるじゃないですか、うん、昔 のアニメじゃないですけど、ディズニーの本当のガチなウォルト・ディズニーのアニメアニメ見たことあるんです。
なんごめん、あんまディズニーちょっと疎くて、なんでちょいちょい、なんかディズニーはなんかちょっとミュージカル系なんです。あ、歌っちゃうし。なんで野獣になったか知ってる？あの人、あ、なんかあれですよね、なんか呪いみたいなんですよね。なんか何したかわかんないですけど、なんか呪いでめちゃめちゃイケメンなんですけど、ゼロさんも呪いかけるとああなんですからね。マジで今こうやって俺でなんかもうイケメンやっぱ当たり前だろみたいなテンションしてるんですけど、テンションじゃないよ、ありがとうございます。本当に呪いかけられたらああなんですからね、うん、角生えて、あ、そうそう、剣目じゃなくて、で、なんか追いやられて、街の隅みたいな、追いやられて森の中に住んで、結果訪ねてくるやつ美女ですからね。だってタイトル美女だもん、おかしいでしょ。美女来るんだったら結局美女来る、美女来るんだったら森で生活してもいい、ね、しかもあの友達ティーカップとかでしょ、危なくないですか、喋るティーカップとか時計とか、友達が電気とか喋るんです。友達が、友達、その野獣の友達じゃないですか、なんか、まあ、もう呪いなのか分かんないですけど、まだ分かんないですけど、それ喋るんです。辛いね、ちょっと闇の世界。僕が逆にですけど野獣になって、そのなんかその、いや、もともと野獣だからな。まあ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 、まあ、パッと見ね、うん、おい、警告なったなぐらい、ちょっとそうなったとして、うん、喋っとるじゃないですか、その物とか、うん、ピックアップとか時計とか、うん、わわして、まあ、最初戸惑うと思うんですけど、うん、まあ、仲良くなったらまあ多分、まあ、いいじゃないですか、友達みたいな。たまにあることは、酔っ払って何か壁と喋ってるとか。それはない、それはない、それはない、それはない。壁に向かって、それはそれは、それは言い過ぎ、言い過ぎ、言い過ぎ、盛りすぎ、盛りすぎ。たまになんかないかな、一人で盛りすぎと。ない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 。今日暑かったねとか喋ってない。ない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 。まだちょっと昼間は暑いですけど夜は寒いですからね、まだ。ね。本当に。飲みに行ける。どういうことどういうこと？飲み行こう。飲みに行ける。連れてってください。いいじゃないですか。行ってきたじゃないですか。美女と野獣。美女と野獣の映画に連れてってってこと？じゃないですか。プリズンブレイク続編連れてっておかしくないですか？プリズンブレイクに連れてっておかしいですよ。けど映画館ね、最近久しく行ってないから行きたいかな。本当ですか？僕最近でもないですけど、あの映画館でちょっと思い出したんですけど、感動したのがあって、映画館で何ていうんですか、結構今なんかメガネかけて 3D みたいな、別に普通じゃないですか。うん、で中川のコロナのメガネの 4D がある。なんかこうやって動くやつ、そう、なんかアトラクションみたいな感じなんですよ。うん、本当なんていうんですか、なんかその例えばまあちょっとちょっとじゃあ僕とか、まあ、アクション系が多いんでちょっとアクション系になっちゃうんですけど、うん、まあ、戦うと戦闘シーン、ちょっと返り血みたいなアビルシーンとかじゃないですか、ちょっとブサッブサッちょっとブシャン、この時にちょっとなんか水飛んでくるんですよ、水、もう返り血浴びましたみたいな、だから、うん、映画でその起きてるやつが自分にあるみたいな、でそのなんか崖から落ちるとか多分椅子もすごいみたいな、すごいすごいみたいな、それやったことないな。もうガターンとか、うん、なんかもうあとここにスピーカーみたいなのがあるの、なんかわーみたいな、なんかすごいそんな感じだった気がするっす。だからそう、スリリングなんだよね。そう、本当になんかアトラクション、本当にアトラクションなんですよ。ただ多分映像入ってこん気がする俺。いやでも入ってくるっす。だから映像にのめり込んじゃう、じゃあ 3D なんですよ。あープラスな 4D な、その 4D なんかそのなんか体体感式みたいな感じで 4D なんですけど、もうそれ 3D なんでもうのめり込んじゃうんです。映像に、あ、そういうことね。もうこ画面で 2D でこうやって見るわけじゃないんで、うん、次のめり込んじゃって見とったら、なんか危ない危ない落ちるんちゃうのみたいな、落ちたらもうバーン落ちて、うわーみたいな感じで、なんかいい映画だったって感想より楽しかったじゃない。もう楽しかった、アトラクション本当に。じゃあ、まあ美女と野獣もそのじゃあ 4D で美女と野獣ないでしょ絶対。なんかダンスしてるところくるくる回ったりするじゃん。コーヒーカップみたいな取れやん、おかしいおかしい。いや、いいね、映画館行こう。いいっすね、映画館ね。ブルグいつ出るの？今日。前出てから遅く、あ、前出てからね。前出てから遅いですね、うん、ちょっとどうしても一回お願いしたんですよ、この前、その楓さんがずっと MC したんですけど、うん、急遽出れない時に、代役 MC が始まった時に、ちょっと別の日に枠もらえていいですかみたいな感じで言ったと思うんですよ、多分。あ、もうそっちだったか、ちょっと後だったか覚えてないんですけど、言った時はあったと思ったんですけど、うん、あ、ちょっといいっすねみたいな感じだったんですけど、半年経ったみたいな。もうあの人は今状態できたんですよね、僕ら。だから、まあ、枠がね、放送の枠もいっぱいだし。まあ、そうですね。そうそうそう、まあまあ。まあでもなんか、営業とか良くないですか、ちょっとお酒入って、ね、うん、ゲスト呼んで、ちょっと飲むみたいな。それでもなんか最近なんか飲んどる姿、なんかあんま飲んでないって言われるけど、なんか俺飲んどるのよ。飲んでるからね。っていうと、じゃここで飲んだら。あ、じゃあもう見せれるしね。そうそうそう、みんな見せれるし。店で飲んでても、この見てる人は260人今おるんですけど、うん、その中でも飲みに来たことある人は何人とか、うん、じゃ飲んどるよって言って見た人何人ってなっちゃうから、そういうのやっていかないと、そういうのは一生やっぱ
顔だけか。まあ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 飲むしね。それは呪いかけられてもしょうがねえなみたいな。ああ、けど美女に会えるから。結局美女はね、結局なんか全部持ってかれちゃったんですけどね。だからこれノブルグいつ出るのってあれじゃないの、本の方じゃないの？本の方、フリーペーパーでの。ああ、そっち系ですね、うん。僕らは関係ねえんだ。そっち系ね。前出てくれば遅くない。そういうことね。あ、そういうことで、ね、本の話ね。ああ。でしょ？ちょっとなんか恥ずかしいですね、なんか。あ、もう出ますよ。勘違いやろうみたいな。もう出る。さっきちょうどゴールデンウィーク明けですよね、確か。スタッフさんと喋った。ゴールデンウィーク明けですよね、確か。ゴールデンウィーク明けでいいのかな。いや、やっぱもう基本女子大のあたりにフリーペーパー置いてあるんですけど、ね、ぜひ。出るよ、ゴールデンウィーク明け。明け。うん。もう世間の人はゴールデンウィーク終わってほしくないなと思うんですけど、うん、ブルグマンという人は早く終われみたいな。うん。もう僕から言っといたらゴールデンウィークに出して。うん。それは呪いかけられる。そんなことだったら呪いかけられる。ゴールデンウィーク明けに出るみたいなんで、お楽しみにだね。そうなんですね。うん。まあ、そうですね、うん。コメント32件しかないですね。比例してない、比例してない。視聴数と比例してない。269号ってコメント32って。232で読み切れんぐらいですよね。ちょっと私のも読んでよみたいな、ちょっと私のも読んでなんで読んでくんないのみたいな、ちょっとそんぐらい良かったんですけどね。って言ったらさっきのあ、ゆ、みみたいになってくるなって、ね、それもちょっと違うですね。もう一回引くっすか、じゃあやりましょうか。あ、じゃあ次引いていいっすか。うん、ちょっと次はちょっと出落ちしたくない、マジで。最近いつ泣いた。泣いたね。これはね、本当に繋いだけど、今日、4月29と5月1日、今日。理由はなんでみたいな。あんま、うん、なんで？いや、まあちょっとあの僕、うん、どうしても欲しかったやつがあったんですよ。あ、なんか気に取ったね。なんか本当に欲しかったものがあったんですけど、うん、まあ、多分あんまちょっとあの結構あのマイナーになっちゃうんで、あんま僕詳しく言うともつまないと思うんで、ちょっとあんまあれですけど、うん、欲しかったものがあって、どうしても欲しかった。でも人気で限定商品なんですよ。で、本当もそれをどうしても欲しいです。でも欲しい人もおれば、それは高く売れるから転売する人もあって、もう大人気、うん、で、30日、29日と5月1日にその両方売ってたんですけど、うん、何が発売だったか言うと、靴なんですけど、靴、シュプリームとアップテンポのコラボのシュプテンポで使ったんですけど、まあ、それをちょっとどうしても欲しくて、うん、並ぶとかまではしなかったんですけど、まあ、ネットで、まあ、結構もうガチガチで、もう本当もうフレッツ光るじゃないですけど、もう早いぞみたいな。なんかめちゃ連打してたよね。そうそう、めちゃ連打してやったんですけど、うん、でちょっとタッチのちょっと負けたんですよ。でもうリベンジだと思って、もういろいろ試行錯誤を調べて、うん、もうそういう買ってる人はどうやってやってるのかも調べたんですけど、で今日ほぼオールでやったんですけどね、ダメだったですね。もう涙も出んぐらい、もう枯れちゃ、涙枯れるぐらい泣いたってことね。なんでみたいな、本当に なんでみたいな、うん、でもちょうどね、そんなまあ泣いて枯れちゃったと、まあ、枯れたのは分かるけども、うんうん、まあどうでもいいね、そんな話ね。まあけどまた買うんでしょ、どうせ。まあまあ転売で高いね、転売で買うしかないですよ ね転売でどうせ買うと、もそんだけ欲しかったら多分ね、うん、まあ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 、表紙の人が見てくれてるじゃないですか、ゼローさん、表紙の人。これ嘘でも僕で表紙ですとか言えないですからね。ああ、そうです、ありがとうございます。確かにコメント少なめ。何、石川で、何、石川県のことブルグ知ってます。ああ、石川に置いてるの。石川に置いてあるんですか、これ。石川に置いてあるらしいです。お、ありがとうございます。じゃあそれじゃあそろそろ CM ということで一旦、この CM 中にアイム泣きます。はい、CM 言います。いいいい、はい、CM 明け。もうね、一回泣いて涙拭いた。拭いたっすね。うん、枯れちゃったっすね。そう、で、今ね、聞いたんだけど、これがツイッターなの？ツイッター、じゃあツイキャス。ツイキャスの方もね。ツイキャスのコメント。ツイキャスもあったんすね、これ。うん、見てなかった。ちょっと読んでてください。ネオ大好き。おー、いいっすね。いや、いいですね。ありがとうございます。
今月初回行く、あもうぜひぜひ、なんなら今コメント読まないから何日に来るかとかね、ちょっと席あげとかなあかんから。この人ちょっとなんかね、推しメンがいるみたいな、アウェイクの系列、系列ですね。そう、系列です。アウェイクの系列。アウェイク行ってるんですかね。アウェイク行ったことあるんですかね、じゃあ。多分ね、アウェイク、そう、系列なんです。うん、ネオグループ。ドリーム、こっちも意外に行っちゃうときですけど、うん、ドリームに行ったときに、もらいました。瞳窓の CM ですか？瞳窓か、誰なんですか？ちょっと人分かんない。ドリーム行ったときに置いてあったんだ。ああ、そうね。まあなんか多分各店舗置いてあるんじゃないかな。多分基本的にうちもネオも置いて入り口にね。ヨガエランキング1位のお店だ。ありがとうございます。まあまあ、そうそうそう。もうだからさっきね言ったけどブルグがゴールデンウィーク明けに新作が出るということで。今何冊目になるの？4冊5冊目？4。6冊目。6です。次で6冊目。次6ね。6冊目ができる。もうゴールデンウィーク明け。もう来週だ。やっと、ね、6冊目。来週には多分各店頭に置いてあると思うのでね。また見てくださいね。乗ってるんかな？ゼロさん行きましょう。僕が多分、あ、乗っとるっす、多分。ちょいちょい乗っとるっすよ。ゼロさん表紙で、なんか自分メインみたいな感じですけど、ちょっと、あの、中の端みたいなこと乗っとるっす。最近あった大きな出来事は、言っちゃった。最近あった大きな出来事、こっち、ボン。ね。そう。もうだって、大きな出来事って難しいよね。どんぐらい難しいです。どっからが大きいのか。まあ自分の中で大きかったらいいじゃないですか。ちょっとみんなは、それ大きいんかみたいな感じかもしれないですけど、うん、まあゼロさんの中で、これはちょっと大きかったよみたいな。大きかったやつ？いきなり1位になった。なんで？いきなり1位になったよね。なんで？まあそれはみんな見てくれてるんだよ。まあこれは多分ちょっと、ね、みんな見てくれてるんだよ。多分そっち系ですね。うん、それが物言わしたかすね、多分。それが物言わしたかどっちかすね、多分、うん、最近あった大きな出来事ね。大きいのかな。ちょっと言ってみてください。最近あった大きな出来事。はいはいはい、気になってるっす。僕のあの最近いつ泣いてるってもゼロさんの大きい出来事がみんな気になってるんで。気になる。絶対大きな出来事。家でね、家でマンションなんですけど、家でマンションのパーキングの横面にすっげえ猫が溜まってんの、うん、すっげえ猫が溜まってて、管理会社にはね、マンション中多分苦情があったんだろうね。猫が減ったの。減ったの。そこまではいいじゃん。そしたら2日後に倍に増えて、車中全車肉球だらけ。大きいよこれ。おしっこもついてるしね。もうそろそろ終了みたいなので、あ、終了なんだ。最後に、うん、じゃあじゃんけんで負けた方が一発ゲーム言いますか。いや、とりあえず宣伝しよう。今日宣伝しよう。何のすか。今日月商の営業やってます。ああ、そうですね。そう、大事大事。じゃあ最後10秒前になったら、じゃあ最後にじゃんけんで負けた方が一発ゲームしよう。うん、最初。まだ10秒前じゃないでしょ。もう多分10秒前です。今日来てくれたら、井上がサービスします。内勤さんが、初回もお待ちしております。で、最初はじゃんけん負けた方が、じゃあもしも、ルフィが、うん、おられる側だったら、うん、3321で掘ってくれ俺のアナル。あ、おめでとうございます。ありがとうございました。あ、疲れる。熱い。めちゃ悩んだんですよ。タノチンコか悩んだけど、タノチンコちょっと普通すぎて無駄。もしもルフィが来られるようだったら、あんなにピンクなのやめようって言って。